これポケモンゲーよ、ポケモンゲー。これいろんなモンスター仲間にできるのかな、どうなんだろう。誰も仲間になりたいって言ってこないんだけど。誰も仲間になりたいって言ってこない。一旦預けるか、使ってないやつ。フラフーカ使うようにしようかな。だけどウーカ強いんだよな。お、ありがとうね。マイナスっていう単語に今ちょっと一瞬ビクッとしたけど、ありがとうね。マイナス4。みんな聞いた？本当に。ちゃんとね、クリップしてほしいときちゃんとしてもらわないと。クリップ案件よ、これ。ここにさ、モンスター預けたらモンスター仲間になるのかな？みんな聞いといてね。よろしくね、みんな。もうこういう時静かだからな。別に静かでいいんだけどさ。そう、俺ここのクリックね。うん。私にとっては、なんだろう？いちごちゃんにとって？マイナス4でしょ。東の森で困ってる。あ、あそこか。あそこまで行けばいいのかな。クエストさ、ここクリアしてないのがあってさ、ナンバー 4？ 違う。クエストクリアしてないのがあるんだよ。これ？これか。バシルナヘゲン東部の森で。森の住む。何プラス4って。プラス4ってなんだよ。これ今言えるのが、モエールの北西部。バシルナ平原ってどこ？バシルナ平原ってどこだ？あれ？ここバシルナ平原じゃないの？え？また突っ込んでくれ、ついた。ヨキさん、うん、私にとってはクスナガミクスパンツ。うん、パンツか。相変わらずパンツ履いてるやつなのか。あ、これだ。中央部。バシルナ平原中央部だ。オッケー。よくなりそう。オッケー。これでもフィールド進むスピード上げてんだけどね。マックスよ、これ。また、危ね。中央部でしょ？で、左側に行けば東部でしょ？まだ中央部か。あっち行けねえな。東部ってあっち側か。クエストをクリアして、とりあえずスタンプが欲しい。スタンプで楽になる。ここ、まだ中央部。まだ中央部か。本当に。ここ？中央部。あ、ここで見えざる道があるんじゃない？あ、ほら。見えざる道。くぅ！俺には見えたね。この魔法使う前から。よし、行くか。セーブ。ナイス！ナイス。セーブ。え、ここセーブ？あれ？右の方？東部って。あれ？俺方向音痴？方向逆に行った？今知らないモンスターいたな。セーブ。ここセーブなんだ。一旦ここまで来たし、行くか、奥まで。こいつ知らないモンスターだよね。戦ってみるか。やっぱり知らない。全員知らないんだけど、モンスターほら、これがデタラメ切りじゃん。9。え、待って待って、強くない？こいつら強くない？ちょっと待って、これ逃げた方がいい、逃げた方がいい、絶対絶対逃げた方がいい。危ない。ここ刺激的なところだな。ちょっとここまだ早かった。ここまだ俺には早かった。一旦帰ろう。一旦帰ろう。よきさん、わら。ちょっと、こっち渡っちゃいけない橋だったわ。地獄の橋だったわ。渡っちゃいけなかったわ。危ない危ない。死ぬとこだったぜ。危うく死ぬとこだった。よしよし。よしよし。頭部な？あ、間違ってぶつかっちゃった。まあ、ついでだし、やっつけるか。ウーバー頼むか。ウーバー食うか。お腹すいた。
着いた。やった。後部でしょ。まだ中央部。え、東部って右なの？上北で。ここに困ってる人がいるらしいけどね。クエストで。あ、マチ、草原。あ、なんかびっくりマークついた。マチ、モンスターか。お、来た、高原の花。中央部。もっと右か。もっと右？こっち？もっと右？今なんか知らないモンスターいなかった？あの像みたいなやつ俺知らないけども、ああ、こっち光ってるよ。泉か。ここら辺にいるかなあ。頭部来た。ここの中に、ここのどっかに困ってるやつがいるらしいんですよ。クエストをくれるっていう。どこだろう、いんのかな。頭部。これ森の中じゃ見えなくない？方向転換しても見えないよね。ん？アイテムポーチ見る？じゃあこれストーリーか。んー、これね。あ、違う。これか。東部のある森で森の住民が困ってるらしい。森の住民から話聞こう。これ、これやりたいの。東部にある森。東部にある森。森の住民から話聞こう。どこ？ここ？森の住民ってどこ？そこ？そこの下降りれるの？降りれないよね。森の住民ってどこにいるんだろう。あっちかな。あっち側？こいつ戦ったことあったっけ？ちょっと戦わして。いちごさん、うん、お家ないの？お家？お家ないよ。こいつ旅人だからお家はないんだよね。え？待って待って、危ない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 、倒しちゃった。今パオンが仲間になりそうだったのに。あ、倒しちゃった、間違って。倒しちゃった。倒しちゃった。倒しちゃったよ。いちごさん、森の住民のお家。あ、お家？あ、え、ない。ないっていうか見つからない。あ、ここ中央部だ。こっちだわ。ここ。ここのどっかにあると思う。なんか森の住人だからさ、なんか立ってんのかな？で、ここら辺。何もオブジェクトないよね。オブジェクト？オブジェクトって言っちゃったわ。この中を練り歩いて、話しかけられる人いないか、こうやって。お家ないよ、本当に。入れないよ。どこだろう。あ、なんかびっくりしてる。逃げてる。あれ、モンスターか。え、あ、入った？あ、入った、入った、入った。入った、入った。あ、やった、やった、やった。待ってね、まず最初に宝箱開けさせて。魔法しか守られてんのね。大丈夫大丈夫、ちゃんとアンロック使えるから俺。一旦最初にね。お、カチカチワッペン、お、買おうとして待ってて。よかったよかった、よかったね。カチカチワッペンまで手に入ったわ。あー、よかったよかった、宝物も手に入ったし。あ、話聞く人はこの人か。うんうんうん、よし、来た来た。よしよしよし。ジャムの部屋さん、配信見ながら仕事マジで進まん。
もういっそのことオフっていいけどね、全然。オフっていいですよ。絶対進まない、進まないんだったらオフった方がいいって。うん。負けないよ。負けないよ。勝利。イケボさん、在宅ワーク？ね、在宅ワークなんじゃないこれ、ヤムさん。会社でうちの配信見るね。今日はそもそも仕事やる気ないので。あ、やる気ないいいね。タピオカジャムさん、うん、自宅で。在宅いいよね。まったりやった方がいいよ。よし、頑張ろう。週末だからもうよくね。ざっくりだな。あ、まあその考え正しいよな。進化 OK だな。ウーカ進化 OK だな。進化させてえな、ウーカ。進化すんのかな。ジャムの部屋さん、今日は休みのつもりで在宅にしたよね。ファンブライド。今日休みのつもりで在宅。ほらだ。え、めっちゃ嫌がってる。どうした？ウーカ。ウーカいつも食べてくれるでしょ？いろいろ。すごい下げようよ。クスナガニ卵をもう一回見たいので？なになに？いちごさん、わがままだな。うん。わがままだよね、このウーカ。ウーカはわがままだから。あのディスコに乗ってるよ、みなみちゃん。ディスコサーバーに、うちのディスコサーバーのね、ファンアートに乗ってるよ。ファンアートっていうテキストチャンネルがあってさ、そこに乗ってるよ。ぜひぜひ見てください。いつでも見れるよ、みなみちゃん。うん、気をつけて。あ、ディスコ入ってないの？みなみさん、私ディスコ入ってないので、クスナガニブンブン。あ、そうなの？見る？クスナガミ卵を見る？ちょっと待ってね、一旦。ありがとうございます。やったね。こんなペースでゲームしながらクリアできんのかな？よし、残り2体。入った。ナイトボットさんが何かを言ってる。ナイトボットちゃん、ありがとうね。いけポニョ。ウーカが強いんよな。やった。もうレベル10。やっとレベル10か。みなみさん、これでニヤニヤしながら仕事できます。クスナガミブンブン。すごいな、よくリアリアがブリドリル。これ進化版かな。OK、OK、よし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 、 OK。 ここら辺だっけ、お家。これか。あ、入った。よしよし、お家入ったよ。あ、倒したよ。いちごさん、クスナガミパンダね、ありがとね。スタンプくれ。ナイス。みなみさん、メグさんが昨日卵を見て歯茎がエッグいことになってるって言ってたのがツボでわらわら。マジでさ、ふざけんだよあいつら。ほんとにいじりすぎやろ。俺さ、どうやっていけんだろうね、あの宝箱。あの宝箱気になるね。ちょっと出ると気になってたんだよね。こっち行けないね。あ、こっから行くのかな。見えざる道を使って。あれ、行けない。これどうやって行くんだろう。ここ行きたいな。あ、こっから、あ、いや、ここ出口だよね。あれどうやって行けるの。ジャンプか。ジャンプで行くしかないのか。あれジャンプじゃねえかな。ジャンプくせえな。231効果ないもんね。ジャンプだね、多分。ジャンプ、こっから登れる。いちごさん、ジャンプね。あの、スタンプ食べてね、ポイントカード貯まるとね、ジャンプが使えるような、交換できんのよ。
ジャンプと交換してくるか。ジャンプと交換してみるわ。確かここから。よきさん、卵実装まだか。卵実装せんわ。卵実装するはずないでしょ、あんな気持ち悪いの。クスナガビ病気でギリギリよ。うん、いちごさん、ポイントカード制なの？ポイントカード制なの？長民さんのディスコ入ると、長民さんのスタンプディスコで使えるようになりますか？あ、使えるようになると思う。俺登録はしてないからね、あんまり。ディスコで登録したやつは使えるようになるよ。あのディスコ上でね、ディスコのやり取りで、うん、こっち、ここでクエスト屋さんがここにあるからさ、ここでポイントカード交換して。よし、よきさん、うん、長見さんがスタンプ登録してくれると増えますね。増える、そうそうそう、全然してないけどね。報告、あ、ここでも報告できんだ。よしよしよし、ほら来た。あー、スタンプカードたまった。ファイヤーローブってどんなやつだろうね。よし、クエストはないよね。ライセンス交換来た。これでほら、走りながらジャンプが B で可能にって、少しだけ気持ちがいいか。特に意味はない。これだと思うんだよね。だけどこれ2のやつも。いちごさん、登録増やして。ごもっとも、ごもっとも、否定はできない。ごもっとも。戦闘中にソウルが失礼。まあいいか、こっちは。ソウルが失礼。こまめにチェック。え、新しい頼み事あんの？また。ああ、バナナシ。あ、バナシやね。オッケーオッケー。あそこの王国だね。うん。じゃあ行きますか。オッケーだね。よしよし。あ、ジャンプできる。ほら。ほら。ジャンプできるようになったよ、みんな。ジャンプ、このジャンプ力思ったよりないんだけど。大丈夫このジャンプ力。ちょっと待って。これ大丈夫？これであの宝箱取れる？ちょっと不安なんだけど。うん。よきさん、うん、ディスコスタンプ登録実装チャット欄も作るとか？いちごさん。ああ、いいかもね。ナイス！いいね。ディスコで人気なの箱の3つらしい。ジャムの部屋さん、マーチと何か。え？何？ディスコで人気ってわかるの？うん。人並みのジャンプだよね、これ。ディスコで人気とかあんの？わかんない。あれ適当にやっただけよ。まあ、だけど、あれだよね。うちの配信っていうか、うちの、そうだね、配信。スタンプが結構特殊だから。なんとも言えないね。特殊なのかな？特殊かどうかわかんないけど。入ったやつ。よし、こっち。これ。頼むよ。これいけるよな。え？走りながらジャンプ。そうだろ。よきさん、そうすると気が向いたときに長見さんがポチポチ登録してくれそう。そうそう。気が向いたときね。あれ？やっぱここ、ここどうやったらいけるの？いけなくない？本当にジャンプ意味ないの？これ。え？あの宝箱マジでどうやって取んの？いちごさん、ジュムプ手に入れた意味よ。あ、ジャンプ手に入れた意味ないんじゃねこれ。特に意味はないって、本当に意味がないの？嘘でしょ。こっから登っていけるとか。よきさん、右上の地図見て、わら。え、地図？右上の地図なんかヒントあった？あ、どっち？家どっち？あった。右上の地図なんかあった？嘘でしょ？あれ？地図ないよ。え、地図いけないってことこれ。あれ、ただの飾り？いや、いけるでしょ。いけないの。嘘でしょ。ああって、そうだろ、これこんな意味ないの、うん、やば、もう帰るか、元の町に帰るか。壮大な音楽なってるけど、なんか遠くのアイテムをこちらに引き寄せるとか、そういう魔法があるかもしれん。一旦もう俺森に帰るわ。
よよ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 ジャンプジャンプよよね。南さん。ありがとうね。ホリデーありがとうね。よしよし、ジャンプ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 。ね。南さん、うんうん、花金ホリデー。ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。花金ホリデーなんて意味あるの？花金。花金ホリデーって何？花金ホリデー。ちセーブはいいや。でここでね、気になるやつは宝箱あるんだよここで。多分ね、その宝箱魔法でね、行ける道が増える。あ、こっちじゃない。この森であるんだよね。気になる宝箱。うん、ジャンプ意味ねえんだ。これで避けたりとかできんのかな？え、後ろ来てんじゃん。え、あ、違う、来てないわ。うん、あ、あったあったあった、こっちこっち。これ。これ。あれさ、あれ魔法で行けんじゃないのって思ってて。これ。ちょっと待って待って。魔法。なんだこれ、なんだこれ、いけねえじゃん。もういいや、諦める。あ、こっちか。え、後ろから来てる、来てないよね。ちょっと意味わかんないね。あの宝箱たちどうやってたんだろうね。参ったな。諦めが早い男だよ。メヌさん、メヌさん、俺がゲームしてるってことは俺諦めてないってことよ。このゲーム全然諦め悪いよ俺。本当にガチで諦め悪いよ。うん、どんどん行くか。うん、メヌさん、うん、それでこそスイッチ界のドンファン。なんだよドンファンって。よしよし、出口さあ行きますか。あと骸骨だよね。骸骨やらないとね。いた、骸骨。こいつ、こいつ討伐依頼が出てる。こいつ減らしまくって。来たわよ、来たわよ。よし、先制攻撃チャンス。よしよし、ボコレボコレ。よし、攻撃する暇もない。オッケー、ナイス。あ、ジャンプできるようになってる。よく見たら素敵なゲームしてますね。こんな素敵か。よし、残り答え。あれ、戦闘中もジャンプできたよ今。逃げてる逃げてる。逃がさないで。宝箱の取り方調べてみたよ。え、調べたの？敵なの？何何？調べてみてよじゃなくて調べてみたの。うん、南さん、うん、マガリンさんには珍しい。イチローさん、うん、ネタバレだけどいる？せっかくもう調べてくれたんだったら聞きます。新しい魔法？あんまネタバレは聞かないようにしてるけどね。イチローさん、また地形の起伏で宝箱に近づけない場合、回避行動やジャンプ、突進系のスキルを使用すると近づけます。ヨキさん、あ、そうなんだ。なるほどね、回避系や突進系ね。ジャンプはできない、ジャンプで近づけなかったか、突進とかがあるんだ、回避行動とか。なるほどね、取れるっぽいね。あんな家ガラスみたいな宝箱の置き方相当よ。これ二の国ってマジで有名なんだよね。すげえな。来たわよ、来たわよね。うん、ジャムの部屋さん、気合いってことだね。気合いなのか。お、元気玉。みんなすごいよ。あいつレベル15になったわ。南さん、私でも聞いたことあります。うん、マジで全然聞いたことないけど。よきさん、映画も見てね。いちごさん、映画つまんないよって言いながら撮ってね。無理だろ、映画はつまんないらしいですよ。メヌさん、気合でいけるのなら長見さんの得意分野。全然得意じゃねえけどな。全然得意じゃねえけどな。気合でいけるで得意分野はない。それはない。行け、ポニョ、ポニョ行け。よしよし、
よし、オッケー。ダブルノックダウン。どうよ。もう完全残酷でしょ、こいつら。お、レベル上がった。こいつ、なっちゃん上がり悪いな。なっちゃん上がりマジで悪い。あ、骸骨いた。骸骨また倒さないとさ。お、2匹いる。ナイス。これ時々向かってくるやつと避けるやつ何なんだろうね。行くよみんな。行け。行け。よしよし。オッケー。お。いちごさん、お願い。あ、ウーバーしてない。するかウーバー。全然してないよ。みなみさん、長民さん、もうカップヌードルのチリトマに興味はないですか？チリトマまだ残ってるよ、特上のやつ。うん、ジャムの部屋さん、11時からだってウーバー。11時？あ、ウーバー11時からなんだ。あ、邪魔だか。まだ時間あるね。ウェイ、ナイス。オッケー。ジャムの部屋さん、特上から買ったね、特上ちょいからだったよね。チリとね、チリが一番好きだけど、時々シーフードも食いたくなる。で、そんなこんなやってるとノーマルも食いたくなる。ブラックフライデー今日までで安くなってたので買うかなと思って。ジャムの部屋さん、ブラックフライデー、ブラックフライデー今日までなの。買っといた方がいいかな。だけどどん兵衛もある。誕生日プレゼントでもらったどん兵衛。昔シーフード好きだったね。シーフード美味しいよね。白米入れたい。どん兵衛美味しいよ。あんまりうどんって食った記憶ないけどさ。あっち行くよみんな。いちごさん、シーフードにトロッとマヨ入れてみて。マヨ、マヨがないよな。今日の深夜まで。今日の深夜までなんだ。あ、じゃあまだ後でもできるか。ジャムの部屋さん、うん、僕も最近誕生日だったので誕生会開いてほしい。うちの配信で開いてもいいよ、誕生会。うちの配信で開いてもいいよ。絶対意味ないと思うけど。あ、キーマ、キーマ、あれ選ぶやつだったよね。キーマいたね。いちごさん、私も今月誕生日。いいよ、同時に開く。横一線やば、ちょっと強いね。ナイス。よし、攻撃攻撃。よしよし、ナイス。仲間になるやついないの。まだ1ヶ月過ぎてないし、みんなの誕生会しよう。ちょっとな。じゃあ誕生会で逆に聞くけど、何をするの？誕生会で何をするの？来たわよ。俺これ街に戻ってなんかクエスト受けた方が良かったかもしれんな。多分クエスト受けた方が正解だな。出ました。え、ハートマーク出てる。ジャムの部屋さん、とりあえずプレゼント待ってる。歌。オッケー。プレゼント？うん。だよ、プレゼントって。絶対プレゼント送らんぞ。オッケーオッケー。行くよ。よしよし。行け。オッケー。シェイ。プレゼント送らんぞ。もうそれだけは俺何度も言うぞ。メムさん、あたりも長見さんのプレゼント楽しみ。送らんだろ。キーマ。みなみさん、長見さんがケーキ食いまくってるところを眺める。決まった。キマキマ。キマン。キーマ。キマキマにするかな。キマキマ。キマキマね。よろしく。キマキマ。オッケーオッケー。いちごさん、ホールケーキな。なんだよホールケーキって。やだよ。なんだよホールケーキ。食いまくらないでしょ。カレーの幹だわ。ウーバー頼みて。痛い痛い痛い。火の玉痛い。みなみさん、うちのガリケーキが生まれるかもしれない。あ、生まれないよ。あ、待って待って、あ、キーマ動けた今。うん、ウーカーいたのか。早くたる。いやー、11時からだって。キーマ仲間にできたね、今の。いちごさん、切らずにそのままフォークぶっ刺して食べてな。
やだよ、もったいねえ。やだよ。ちゃんと食うわ。ふうか、お仕事でしょ、お仕事。うん、エンジェルさん、うん、時間があるのね。あ、時間があるんだ。気をつけて。ネムさん、みんなでふうかに景気を送らなきゃ。なんだよ、ふうかに。ふうかは大丈夫よ、景気なくても。俺が保証する。風花はケーキなくても大丈夫な人。待て待て、危ない危ない、キャンセル。オッケーオッケー、回る。私もやる。仲間の歌。オッケーオッケーオッケー、よし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 、オッケー、仲間にできた。よしよし、オッケー。石坊さん、え、うち誕生日切らずにみんなで防具ぶっ刺して豪快に行くよ。マジで、そんな感じなの。困る。タッタカマーチ、タッタカマーチ、ツノ、ツノコン、ツノノコン、ツノッチ、ツノコア、ツノコンでいいかな。ツノコン、ツノコンよろしくね。エンジェルさん、この前ケーキ食べすぎて本当にもうしばらくいらないと思ったけど、クリスマスに食べる。いいな、クリスマスメタル、いいな。俺ケーキなんて久しく食ってねえわ。味方全員の素早さアップだって、すげえな。いいな、みんな、みんなええよな。これジャンプが生きるんじゃない。あ、これ見えざる道か。ジャンプできるやろこれぐらい。溶岩が怖いんか。ネムさん、ハバネロケーキ食べてみるかい。食べないだろ、食べないよ。チーズケーキ好きなんだけどさ、ケーキ食わなすぎてさ、ケーキだったら何でもいい感覚はあるよね。甘党だし。正直なところ。いちごさん、わかる。この前コストコでケーキ買って食べてしばらくいらないなったけど食べたいもん。わら。あ、コストコ？へえ。コストコ一度も行ったことない。一度は行ってみたい、コストコ。待て待て。危ない。仲間にできるそいつ。ネムさん、コストコ会員になってティラミスを一度買ってみたい。そんなのあんの。エンジェルさん、ポイントでエクドチーズケーキ作って送ってあげようか。送って。ジャミの部屋さん、ガチで言ってる。風花、お願い。だから温泉行くことにした。風花送って、お金払う代わりに。天岐阜でベイクドチーズケーキってなんだろう。逆にベイクドチーズケーキがよくわからん。クリスマスはプレゼントが面倒だから温泉旅行。温泉旅行。いちごさん、チーズケーキ炊飯器で作れるよ。温泉旅行、すげえな。エンジェルさん、クール宅急便でいいよ、お金入らない。笑。マジで。私ならマジで送ってくれるの。風花、やばい、やばいわ。風花株急上昇だわ。もう風花大好きかもしれん。ありがとう。ジャムの部屋さん、僕も永見さんが払うのでよろしく。ふざけんだよお前。俺の金だったと思ってんだよお前。マジで。うんうん、いいよ、クリスマスチキンを送るか。ありがとう、風花大好き。ありがとう。うん。大好き。エンジェルさん、わらわら。現金だわ。いいわ、ありがとう。うん。あとで住所送るわ。うん。あとで住所送るわって。みんなの分も永見さんか。うん、ナイス。みんなごめんな。風花のケーキ食べてごめんな。俺一人で食うぞ、絶対。絶対一人で食うぞ。送ってもらったらちゃんと食べる配信してね。やだよ、やだよ。あの受け取った写真は風花に送るけど、一人で食うわ。お前らどうせケーキがまずくなるコメントしかしないでしょ。ケーキがクソまずくなるようなコメントしかしないでしょ。分かってるから。本当にエムさん最低だよ。なんだよ。エムの部屋さん配信で食えよ。なんだよ。わらわら、みんな、なんかどうせケーキがクソまずくなるようなさコメントしかしないんでしょ。美味しいんかみたいに言って、俺が美味しいって言ったらさ、なんか全然気持ちがこもってないっつって、なんか作ったやつが泣いてるとか言ってさ、なんかもう気がめいるようなさこと言ってさ。配信でしれっと食べてよ。しれっと食べるのはまた違うだろう。またしれっと食べるの違うだろう。エンジェルのケーキは、風花のケーキはけなさなくても、食べてる俺がまずくなるようなこと言うでしょ。ふざけんだよ。もう風味でわかるわ。風味って食ってるじゃん。匂いでわかるわ。なんだよ風味って。ふざけんなよ。わかるわ匂いで。そんなもん入れられてもちゃんと作ってくれるわ風花なら。信じてるから。
エンジェルさん、生クリーム系のケーキは送れないから、チーズケーキならいいね、クスナガミクシント。ありがとうね、フーカ。人帰れない、ヨシさん、ね、食べ終わってから実はもらったんだよね、クリーム報告。フン入れるな。クソ入れとくか。やめろよ、やめろ。フン入れてるかもって思ったら、本当にちゃんとした作ったケーキでもまずくなるじゃん。メンタルの問題よ、本当に。食べ終わってから実は買ったんだよねっていう自己報告。きついな、それきついな、それはきついな、きついな。あーやばい、燃える燃える燃える。痛い痛い。うちの何様か。え、うちのニャンズ猫の、あ、3匹猫飼ってるって言ってたっけ。あれ違うっけ。あ、倒した倒した、オッケー。お、回復してくれた。やるじゃん。エンジェルさん、使う使う、使うな使うな使うな。イチゴさん、そう、3匹、うん、使うな。いらんやろ。ジャムの部屋さん、どう考えてもいらんだろ。エンジェルさん、ね、メヌさんちのも入れたら4匹分だ。なんだよ、猫吸いで行きたい。メヌさんならもう躊躇なく運行送るでしょ。やめなさい。あれ、ここどこだろう。一旦こっち側から行くか。こっち側、うちの2匹も入れたら5種の粉のチーズケーキ代。お、紫箱。高度な魔法無理なんだよ、解けないんだよ、アンロックで。やっぱりエンジェルさん、5種類か、わらわら。やめろやめろ。風花マジで粉は入れないと思うけど、あの粉を入れるような発言やめてくれ。俺ケーキを純粋に食べれなくなる。ケーキを純粋に食べれなくなる。ジャムの部屋さん、送ってもらってもそのケーキを純粋に食べれなくなる。純粋なピュアな気持ちで食べれなくなる。やめてくれ。作ること前提やめてくれ。作ること前提が間違いなのよ。オッケーオッケー、よし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 、いいぞいいぞ。一旦前回復も一応しとかないとね、安心できないから。お、ムーンドロップ。このドロップ系って何なんだろうね。これドロップも食えるとか言ってたもんね。あ、これか、ムーンドロップ。ムーンブランドのイマージンが代理なんかしなきゃ。嫌がるんだよなこいつ、進化 OK っつって。なんだよ、嫌がんなよ、うさっ。こいつ何なのマジで。メヌさん、もしケーキの名前に公園の砂場の匂いを添えて、手ついてたら猫ババ買って、いちごさん、ケーキを焼くやつ使い捨てのじゃないとね、わら。ケーキを焼くやつ使い捨てじゃないと。ケーキを焼くやつって何。え、ケーキを焼くやつってなんだ。ケーキを乗せる下地みたいなやつ、クッキングペーパーみたいなやつ、なんだろうね。クッキングペーパーかな。確かに紙のやつにしないとか。メヌさん、紙のやつ、わら。え、なんか結構手間かかる、まあ、ケーキ作る時点で手間かかるよな。いやってなんだ、うん、メヌさん、大分席なのでやっときにクソだね。やめろ、まだクソの話してんのかお前。エンジェルさん、わらわら。オッケーオッケー。エンジェルさん、マジ想像したら汚ねー、わら。汚いよ。だから捨てないといけないわけよ。やめろやめろ、そんな心配いらないから。みんなそんな心配いらないからね、本当に。これさ、結構さ、あのケーキ類手に入るからさ、こういうの、こういうの食わせていいんじゃない、力上げるやつ。こいつ力弱いからさ、うん、 OKOK、 こいつ力でいいよ、力もりもり上げようぜ。よし、力力上げとこ。フォークぶっ刺して硬いのあったら当たりだからね。あったよ、当たりって外れたろ。メヌさん、ヤガミさんと同じ誕生日だから、うん、私も半分もらえる権利がある。ダメだよダメだよ、メヌさん、俺で絶対メヌさんを関わらせないからだ。この権利は絶対メヌさんは関わらせないからだ、本当に。絶対関わらせない、絶対に。一枚もかわせるよ、絶対に。やだよやだよ。メヌさん、やんのか、やんのか、お前どんだけ、どんだけ強気なんだよお前。メヌさん、メヌさんもクソ入りを。あ、メヌさんにはクソ入り送っていいよ、ほんとに。全然協力するよ、ほんとに。全然いいよ、ほんとに。大丈夫よ、全然。
ウーカ強えなマジで。あー待て待て、イチゴさん協力して何する？エンジェルさん半分こでいいか？うん、半分、そのウーコケーキは半分じゃなくていい。俺はガチモンのケーキホールでいいよ。ありがとね。お、つくん、つくん、ナイスナイス、つくん結構仲間入るね。あ、ウーカレベル上がった、ナイス。やっぱ素早さやな、つくん、つくつん、つくつんいいね。いちごさん、うん、ホールって贅沢やな。まあホールじゃなくてもいいけど、いいけど、ケーキ、ケーキな、楽しみだな。あの買って食べるケーキよりも楽しみだよな。ガチで作ってくれるのかな、どうなんだろう。うん、エンジェルさん、ホール比較でありがとう。風花大好きだわ、ありがとう。ありがとう、うん、よしよし、うぃー、オッケーオッケーオッケー、回復、よしよし。エンジェルさん、ホールでいいんだね。ホールカットして包むこともできるし。何、ホールカット、チーズケーキとチーズケーキどっち好き？ホールカットして、あ、ホールをカットして包むことも、いや、包丁はあるよさすがに、うち。え、そういうこと？あ、スタートロップ、そういうことじゃなくて、転がりアタック、転がりアタックってなんかあったよな。これウーカも覚えてたよな。モリモリ。転がりアタック。ベイクドチーズケーキならくるめるかな。なんだろう。別に生クリームでもいいけどね。生クリームのショートケーキでも。マヌさん、フェアコックローチケーキいかが？気合い？自分の力アップする。ん？なになに？レアコ、レア、レアコック。コックローチケーキがいい。これゴキブリケーキって言ってんでしょ多分。絶対そうだよね、絶対そうだよね。メヌさんゴキブリケーキでいいって言ってんでしょ。うん、いちごさん、うん、生クリームは傷みやすいから心配だよ。え、そうなの？一日常温とかダメなの？生クリームってそんな危ないの？お腹下すってこと？あ、そうなんだ。エンジェルさん、うん、ね、なんだそれ、ご飯？じゃあハンバーグ食べるか。俺さ、決まったものしかほとんど食べないからさ、だいたいカルビ、カルビなんだよね。どんや、カルビ、キムカルも美味しそうだけどね。ハンバーグ食ってみるか。俺外食さ、エンジェルさん、だな、チーズケーキが無難だな。あ、チーズケーキ、チーズが無難なんだ、ありがとう。20回復してた、20回復してた。チーズケーキにカルビは無理だよ。チーズケーキだよカルビって、あれだ、そういう意味じゃねえわ。どんや行ったらカルビばっか食ってる。一時期飲食店行った時、俺カツカレーしか食えない時あった。ケーキ買いに行くと本日中にお召し上がりくださいってシール貼ってあるでしょ。ああ、そういうこと。あのビアードパパとかさ、家に持って帰って食べるって言ったらさ、あのお家まで何分ですかっていうか、何分後、何時間後食べますかとかあるよね。あれで保冷剤くれるよね、保冷剤。お、転がりアタック使ってる。お、よし、ナイス。ね、結構戦闘がオートなんだよね。いいこと、取れなかった。結構丸ボタン連打してたけど、あんま丸ボタン連打いらなかった。ナッシュ、このナッシュってこうさ、いらないんだよね今思うと。フラフーカがいるから。このウーカがさ、これこれでレベルアップできるかな。あ、スタートロップ開けるって出る。行ってみる、進化できるこいつ。来た、ウーカ来た、レベルアップできるよ。音ボケウッキーになる。だけどさ、この極上サタン、この極上ドロップとさ、この通常ドロップ何が違うんだろうね。第二段階進化、さらなる段階進化。スタートロップ開けるか、ウッキー。音ボケウッキーにしていいでしょう。音ボケウッキーいけるか、音ボケウッキー、うまいか。
コマンドスロットが増えた。増えた増えた。あと1個つける。転がりアタック、石投げ、モリモリでいいでしょ。反対火力上がる。道が分かんないんだよな。あっちくぐもってるな、道。なんだろう。ここの道くぐもってる。こっち。お、道。あ、じゃあ、こっちじゃない。こっちか。ん？なんもないわ。やば、危ね。この犬怖っ。よし、ウカもレベルアップしたし、いいね。気をつけて。いけ。もう単体攻撃してればいいからさ、楽よな。あ、待って、仲間にできるあいつ。え、ほど、あ、来た。よしよしよし、仲間いいね。よっしゃ、もうどんどん仲間にできるやつしてこう。え、あ、待って、スクーンも仲間にできる。待って、あれ、スクーンって仲間にしなかったっけ、こいつ。え、スクーン2体目、スクーン2体仲間にできた。モテモテやな、こいつ。お、サンドロップ。ほら、素早さ11上がった、ウーカ。やば。あ、プラズマボール。おかわり。もうこいつは、ガリオ。ガウガウいいな。ガウガウ。スクーン。スクーツンやったよね。ツックンやったっけ。スクードやってないよね。よし、どんどん仲間にしとこう。かぶったやつは野生に返せばいいんでしょ。新モンスターどんどん出るやん。バルーン知らないな。ミスってるし。痛い、ヒートブレス痛い。待って、あいつ邪魔してる。あいつが、あっちっちが邪魔してる。お、ナイス HP 回復。いいよ、切って、もっと切って、オッケー、ナイス。よしよし。来た。よしよし。どんどんレベル上げてこう。どんどん進化してこう。これまっすぐ行くのが多分、あれだね。宝箱の道だね。ああ、あるじゃん、宝箱。よしよしよし。フレイムソード強そう。こいつが装備できそう。あるじゃん。え、めちゃめちゃ火力上がるけど。いや、5上がるだけか。火属性に変化する。え、ここで火属性装備したらさ、あいつに攻撃効かなくない？試しにこいつ叩いてみるか。火属性ってやばくない？完全属性。よし、頑張ろう。6。旗こいつ。 MP0 って何？ MP 消費0なんだ。 OK、 ナイス。あ、取られた。よしよし。よし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 、順調よ。え、なんかいるわ。よっしゃ、もうボス近いね。転がりアタック。 OK、 火力5上がるけど。お、艶やかライス。あ、ここで取れるんだ、ライス。トンカチ。
つややかライスここで取れるんだ。よしよし、いいよ、ウーバー楽しみだわ。一点突き、めちゃめちゃダメージ与えないこいつ。オッケーオッケー、ナイスナイス、やったね。67、あ、サターンドロップ出た。進化できるようになった。オッケーオッケー、え、進化できるようになったって、こいつフラフーカ進化できるようになってる。ムーンドロップも嫌なの、サンドロップ、あ、どうしよう、フラフーカ進化させる、進化できるんだ、させた方がいいんだよね、ギリギリまでやった方がいいのかな、よくわかんないこれ。エンジェルさん、フラローズ挙動がおかしいな、フラエンジェルフラエンジェルふわふわって今んとこまだ使ってないんだよね。ふわ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 、どうしよう、進化させていいんだよね、レベル上げるだけ上げてからやった方がいいのかな、いや進化させるか、できるんだったらレベル1からになっちゃうから。エンジェルさん、うん、進化させたい、ね、刺しちゃったよ、フラフーカできたよ、進化した来たよ。今ね、こいつが火力特化なんだよね。火力特化こいつ。あ、控えメンバー。え？生命の雨？強そうだね。待ってね。控えメンバーもいる。かわいいな。いいでしょ。で、これね、得意キャラがいるんだよ、このメンバーで。で、このフラフーカが得意キャラがいないんだよね、今のところ。えば。うん、この音ボケウッキーも得意なキャラいないんだよね。ほんとあれだね、生命の雨使えないね、対象全員ピオショック。今使ってるのこれ、ヤルッチ、主人公がこれ得意なんだよ、これ系戦士系。ほらピヨピヨ動いてるじゃん。音ボケウッキーもな、使えるやつ、あれ、使えるやついたらいいんだけどね。だけど何気にね、フラフーカ使ってね、HP 回復はしてるんだよね、コンピューターが。支援キャラだからね。どっちもフーカなんだけどね。フーカとフラフーカ。痛い痛い痛い。よしよしよし。ナイスー。来た来た来た。やっぱね、上がり方が半端ないんだよな、わざとタフさ。エンジェルさん、うん、強いやん。強いよ、耐久力化け物なんだよね。タンカー、ヒーラータンカー、ヒーラータンカーかな。ああやった、セーブポイント全回復できるからさ、ここで。結構仲間にしたね、マジで。気をつけて。あるん。転がりアタックめっちゃ減らしてるじゃん。待て待て、バルーン仲間になる。仲間になる。よし。オッケーオッケー。バルーン仲間になった。オッケーオッケー。ガンガン増やしてるよ。このフラフーカをさ、使うタイミングさ、俺よくわかんないんだけど、いまだに。あ、バルバル。おっつ。おっつ。眠い？おやすみ。ゆっくり寝な。
あれ今のところ、え、何今ハテナって、あ、橋を作るのかなここに。え、え、何何ここ橋作んじゃないのここに。なになに、いちごさん、5時に起きちゃったんよ。あ、溶岩を冷やせばか。はいはいはい。え、5時に起きたの？5時って、まだ5時間しか活動してないよ、いちごちゃん。まだ5時しか活動してないよ、大丈夫。え、なになに、あ、岩を冷やして、あ、なるほどね、氷で岩を冷やした。いちごさん、4時間寝たけどさ。3分。4時間少ないね。戦闘を除いて3分。3分ね。OKOK。これ、急げばいいのね。あっつ！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 ちょ待って。誰これ？ちょ待って。よしよしよし。いけ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 。いけいけいけ。これ出る？出ないか。OKOK。よしよし、急げ急げ。ここもギリギリ間に合うかな。あ、間に合わなかった。ちょっと待って。いや、まあ、すぐ行こう。これ、食らった方が早いんじゃないか。ちょっと待って。食らった方が早いんじゃないか、今の。ちょっと待って。あまり余計なこと考えないぞ。ここなんか道あるな。これ何？あ、宝箱か。さっさと拾っとこう。こういうところ一度来たらもう来れなくなっちゃうからね。戦闘を除いて3分とはいえ、危ねえ。まあいいや、あいつとはいつでも戦えるから。どっか。よし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 。ふう。避けれない。うん。あっちっち。行くよみんな。行け。ぶっ倒せ。ナイス。ギリギリ攻めるよ。うん、ギリギリ攻めるよ。時間がないからなるべく早めの RTA 気味で攻めていくよ。こうやってここで稼いだ1秒が後の1時間になる。残りプレイ時間あと何時間ぐらいだろう。30時間ぐらい多分あると思うから、今のうちに1時間でもいいから詰めとく。いっ、こいつら二人とも仲間にしてるよな。他のモンスターも使ってみたいけどな。どれがいいかよくわかんないんだよな。今んとこ火力物理攻撃特化のやつが強い今んとこね。それは間違いないと思う。物理攻撃特化が強い今んところ。この調子で行こう。お、サンドロップ、ブーカー上がったね。なんか変な声聞こえんな。頂上目指す、あ、ここか。ここまた氷結？明らかに体積増えてんだよな。溶岩の中で溶岩固まってまた溶岩なんないの？なんかピョンって聞こえなかった今。上になんかいる？変なやつ。今なんかピョンって聞こえたな。なんだろうあれ。敵なの？敵だわ。何度も戦ったやろ。めっちゃこいつガードするじゃん。これジャンプできるの？そういえば忘れてた。あ、スイート人参。スイート人参って何？おやつ？おやつ系？あ、スイート人参おやつ系じゃないか。残り90秒。やばいやばいやばい。急げ急げ急げ。宝箱はどこだ？そこじゃないな多分。こっちだ宝箱。いや、ここ頂上癖。ここだ宝箱。あったあった。よしよしよし。お、霞のマント、いいですね。霞のマントってこれじゃない？ここじゃない？これは？
あ、武器装備できないんだ。あ、マント、ほら霞のマント、変わったものの姿がぼやける。待って、あっち武器装備できないんだ、このキャラクター。完全補助キャラだね、フラフーカ。行くよみんな、行け行け行け。よしよしよし、よし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 、こっち、うん、敵なの？行け行け、え、待って待って待って、俺死にかけてる。あ、回復してくれた、ナイス。熱いやん、やってくれるやん、行ってよ、行って行って、はい、ありがとうね、ありがとうね。え、死にかけてない、あいつ、あいつ死にかけてない、パル大丈夫、オッケー、オッケーオッケー、いいよ、もうボス戦よ、ボス戦。セーブ場からだいぶ経ったけどな。てかさ、3分でさ頂上着いてさ、その秒数で止められるの？ちょっと急げ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 、ちょっと早く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 、消えて消えた、よしオッケー、よしよし、急げ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 、やば、ちょっと通れねえやん、セーブ場。え、カウントダウン、あんなもん見やすよ。え、こいつやばいな、こいつやばいな、言ってることやばいな、こいつ。しずく死にそろった、よし行くぞ、うん、ここから外れてる、うん、え、やはり来たね、坊や。あれはジャボーや、ジャボー、え、久々に見た。あ、こいつがジャボーなんだ。お前に試練を与えるとし、マグマドラン、うん、ちょっとうちのメインキャラさ、持ってるのが炎の剣なんだよね。砂かけ効くか、こいつ。砂かけ効かない、転がりアタックめっちゃ与えた。転がりアタック、え、どこに攻撃してんの、え、当たってる？当たってるよね。こっちに変更するか。水の玉。いったー！めっちゃ減った！ちょっと待って。いったー！めっちゃ減る。めっちゃ守るじゃない、魔法だわ。あ、待って待って、あいつ大丈夫だ。待って待って、キャンセルキャンセル。魔法魔法魔法、これは氷結は35、いった、後ろに回って尻尾を狙うんや。何、尻尾って何、ちょっと無理ねえか、待て待て、ミスったミスった、
ポニョで行くしかない。ウーカがめっちゃけなげに攻撃してる。炎の剣なんだよなこいつ。あ、ダメだ、全然減らん、全然減らん。ちょっとこいつじゃ戦えね。セバいけるか。水丸、水罰、セバいけるか。セバ、いやこいつ、いった、めっちゃ減った。交代した瞬間50減ったんだけど。待って、ジューシーサンドしかねえじゃんこれも。衝撃波これしかないよな。36 MP10 30、バッチリコーヒー。お、冷薬すげえな。一旦これで、え、 MP ないじゃんこいつ。いや、アイテム全部使い切るか。一旦こいつの MP こまめに回復させて、ウーカ回復させて。あいつ MP ねえな全然。体力自分で回復するよね。一旦全回復の勢いでさせて。よしよしよし。でこっちも回復して22。テイルスラッシュ、あれよく見るとテイルスラッシュとか言ってんな。え、あれ倒れるんじゃない、あいつ。そう、回復してよ自分を。何ヒーリングポルカって。え、ピンポンなってる。ちょっと待って、ちょっと待って、行きますか。なんだっけ、あ、ヒールやらしてたんだ。ナイスヒール。アイテム使って MP、 もう使い切ってるじゃんこいつ。何で使い切ってんのあいつ。転がりアタックとかするからじゃないあいつ。よし、転がりアタックしないでくれ。ウーカ頼む、普通の攻撃してくれ。待て待て、ちょっと待って、一旦キャラ変えしよう。バルにして、いや任せられないからこいつに。で作戦で回復優先にして OK。 よしよし。え、何これ、え、何これ、